平野翔がブーナの眉毛に手を加えた ?CDTV ライブ。ライブでマスコットに異変、ブーナの中の人恨まと話題。TBS のアナウンサー、江藤愛三十38が、2日に X 以前のツイッターを更新しました。1日の放送で共演した同局のキャラクターである、ブーナに起きた異変について明かしました。江藤は、 ブーナちゃんの眉毛のわけは、と書き、放送当日のブーナの写真を投稿しました。つぶらな瞳の上には柔らかな素材をこすったような跡があり、立派な眉毛が描かれています。この異変に対して江藤、er、絵頭は TVer で冒頭のスタジオをご覧くださいというヒントを加え、見逃し無料配信動画サービス TVer を PR しました。放送当日、 江藤とブーナは番組冒頭でナンバーアンダーラインアイと共に登場しました。平野の二27がパワーソングフェストということなので、ぜひ皆さんにパワーを送れるようなパフォーマンスができたらなと思います。と意気込むと、江藤がブーナちゃんもいますからねとアピール。これに平野がお願いします。いい眉毛と頭を下げると神宮寺ゆうた26も、 いい眉毛ですね、と加わり、エトウも、眉毛描かれちゃって、とブーナを指さして笑顔でした。また、ナンバーアンダーライン愛家デビュー曲、ゴートを歌唱後、ブーナの顔から眉毛が消え、今度は両目にまつ毛が描かれた様子も配信されました。ブーナはこれまでにも共演者からまつ毛やチークを描かれるなどのいたずらに会ってきました。今回は冒頭の平野のコメントから、 X で犯人を指摘する投稿が相次ぎ、視聴者が絶対ブーナの眉毛描いたの称賛顔文字笑いあの三人組の仕業かないい眉毛って言ってた子にいたずらされたんですね。ブーナの中の人、ま、裏山、えとちゃんの温かく爽やかなコメントが大好きと盛り上がっています。この記事を見るまで気がつきませんでした。顔文字、幸せみんなよく見てるな。 その後お顔は大丈夫でしたか顔文字、幸せ。まあ、いたずら好きな人だから許してあげてください。顔文字、幸せでもナンバーアンダーライン。素敵なパフォーマンスでした。ありがとうございます。次回の出演を楽しみにしています。タレントたちは、平野くんも含め、みんなブーナに抱きついていますが、身長からして中身は絶対女性。 幸せなお仕事で羨ましい。縫いぐるみも相当お金をかけてるんだろうから、偽人化してもらったら嬉しいだろうな。しかも、ベルベットのさかけたてる方法だから一切跡が残らないし。翔くんでしょいたずらしたのは翔くんでしょ ?5 歳のみちるくんかなこれは一体どんな状況だったのか 翔さんは本当にブーナの眉毛に手を加えたのでしょうかそれとも何か別の要因があったのでしょうかブーナはいつも注目の的ですが、このようないたずらは何か意味があるのでしょうかそれとも、ただの遊びでしょうか翔さんや他のタレントたちがブーナに対して抱く愛情は何を意味しているのでしょうかそれは彼ら自身の性格やキャラクターに関連しているのでしょうか 平野翔がブーナの眉毛を描いたのか ?CDTV ライブライブマスコットに起こった出来事がファンを沸かせるブーナちゃんの眉毛の理由はと書き放送当日のブーナの写真を投稿しました彼女のつぶらな瞳の上には柔らかな聖地をこすったような跡があり立派な眉毛が描かれていますこの異変について絵頭はィーバーで 冒頭のスタジオをご覧くださいとヒントを与え、見逃し無料配信動画サービス、TVer を PR しました。放送当日、江藤とブーナは番組冒頭で、ナンバーアンダーラインアイと共に登場しました。平野二27がパワーソングフェスということなので、ぜひ皆さんにパワーを送れるようなパフォーマンスができたらなと思います。と意気込むと、江藤が、 ブーナちゃんもいますからね、とアピールしました。これに対して平野は、お願いします。いい眉毛、と頭を下げ、神宮寺ゆうた26も、いい眉毛ですね、と加わり、えとも、眉毛描かれちゃって、とブーナを指さして笑顔でした。また、ナンバーアンダーライン愛歌デビュー曲、ゴートを歌唱後、ブーナの顔から眉毛が消え、 今度は両目にまつげが描かれた様子も配信されています。ブーナにはこれまでにもたびたび、共演者からまつげやチークを描かれるなどのいたずらにあってきました。今回は冒頭の平野のコメントから、X で犯人を指摘する投稿が相次ぎ、視聴者が、絶対ブーナの眉毛を描いたのは、賞賛顔文字笑い、あの三人組の仕業かな いい眉毛って言ってた子にいたずらされたんですね。ブーナの中の人が羨ましい。江藤さんの温かく爽やかなコメントが大好き、と盛り上がっています。この記事を見るまで気がつきませんでした。顔文字、幸せ、みんなよく見ているな。その後お顔は大丈夫でしたか顔文字、幸せ。まあ、いたずら好きな人だから許してあげてください。顔文字、幸せ。 でも、ナンバーアンダーライン愛。素敵なパフォーマンスでした。ありがとうございます。次回の出演を楽しみにしています。タレントの皆さんは、平野くんも含め、みんなブーナに抱きついていますが、身長からして中身は絶対に女性。幸せなお仕事で羨ましいですね。ぬいぐるみも相当なお金をかけているでしょうから、 擬人化されても喜ぶことでしょうね。しかも、ベルベットの栄け立てる方法だから一切跡が残らないし。翔くんでしょいたずらしたのは翔くんでしょ五歳のみちるくんかな